アルカディア、アーケディアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡、ロサンゼルスのダウンタウンから21キロメートル、北東のサンガブリエルバレー、サンガブリエル山脈の麓に位置する都市。市内には、サンターニタパーク競馬場や、ロサンゼルス郡樹木植物園がある。2010年国勢調査で、の人口は56,364人で、 2000年の53,248人より増加した。市名はギリシャのアルカディアに由来する。2010年、ブルームバーグビジネスウィーク氏はアルカディアを子供を育てるのに最も良い場所の一つに選出した。2012年、CNN マネーによるとアルカディアの住宅価格の中央値は7番目に高かった。市の近隣にあるアッパーランチョは 2014年のビジネスインサイダーによると、南カリフォルニアで23番目に裕福な地区とされ、世帯の平均収入は31万779ドルであった。2016年ビジネスインサイダーによると、アルカディアはアメリカで5番目に住宅価格が高い都市であった。4部屋の寝室がある家の平均価格は174万8680ドルであった。 8000年以上にわたって、アルカディアは、トングーバ族の領域の一部であった。彼らの領域は、ロサンゼルス盆地からサンフェルナンドバレーにまたがっていた。領域の境界は、流動的で、北は、サンタスザーナ山脈、サンバーナディーノ山脈、西は、サンタモニカ山脈、シミヒルズ、東は、サンジャシント山脈、サンターナ山脈、南は、 サンタカタリナ島まで広がっていた。現在アルカディアにあるトングバ族の居住地はアリプキグナとして知られている。町があった場所は1771年からミッションサンガブリエル・アルカンヘルの一部となっていた。伝道書でミッションインディアンになるとトングバ族はスペイン人からガブリエル・エノと呼ばれるようになった。スペイン人はカリフォルニアで彼らを支配下に置き、死役した。 現在、トングバ族、またはガブリエレーノだと自覚している人は1700人いる。1845年、ヒューゴレードとトングバ族の妻、ビクトリア・バルトロメアレードに、土地上との特許が出された。レードは1852年に書いた一連の手紙で、トングバ族について記録した。1847年、彼はランチョーサンター・ニタをヘンリー・ダルトンに売却した。 ラッキーボールドウィンその後ランチョの所有者はゴールドラッシュの移民、ビジネスマン、そして1875年には大地主のエリアス・ジャクソンラッキーボールドウィンと数回変わった。ボールドウィンはランチョサンターニタの8000エーカーを20万ドルで購入した。彼は周りを見渡すととんでもない。ここは楽園だ。と息を飲んだ。土地を購入するとボールドウィンはここに。 自分の家を建てることに決め、すぐに家を建て始め、農場、果樹園、牧場の整備に取り掛かった。ボールドウィンは彼の4番目の妻と自分のために、クイーンアンコテージを建設した。現在は、ロサンゼルス郡樹木植物園に保存されている。1885年、ボールドウィンが株主であったロサンゼルス、サンガブリエルバレー鉄道が開通し、土地の一部は、 分譲地になった。後にこの路線はサンタフェ鉄道になった。1889年、ファーストアベニューとセントジョセフストリートの交差点のちょうど北側線路に隣接した場所に彼の新しい街の中心的存在としてホテルオークウッドをオープンした。最初の種類販売店は彼の娘、クララ・ボールドウィンに交付された。 隣接するパサデナが1886年に設立されてから種類の販売が禁止されていたことを考慮すると、これは重要なことである。1890年、ボールドウィンの利益のため、また街の人々の要求により、ランチョサンターニタ駅が建設された。20世紀末までにアルカデアの人口は500人を超えた。経済の基盤は、娯楽、スポーツ、サービス業、 ギャンブルなどであった。後に、サンターニタパーク競馬場が作られた。ボールドウィンは、アルカディアが1903年に主となるのを監督し、初代市長に就任した。あの秋や1913年、ラッキーボールドウィンの娘、アニタ・ボールドウィンは、父から相続した、ボールドウィンランチに50室の部屋を有する屋敷を建て、あの秋やと名付けた。 1, 1万7千平方メートルの広さを誇る屋敷は、ネオルネッサンス建築で建てられ、メーナード・ディクソンの壁画が描かれた。広いプールの横には、列柱が並べられたギリシア復興様式のパルテノンという浴場、ジムがあり、養蜂場や鳥小屋、犬小屋、馬小屋、テニスコート、アズマ屋などもあった。多くの林は保存されていた。彼女が1939年に亡くなると、 あの秋屋は女子校になり、1967年には男女教学の学校になった。1990年にはドゥアルテ市に移転し、アニタオークス学校となった。学校の経営者は古い屋敷を中心として住宅地に発展させようとしたが、市に却下された。地元住民や地域の文化財保護活動家との議論の後、1999年に、 市議会は建物を取り壊し、不動産を新しいオーナーによって発展させることを投票で決めた。屋敷とそれに付属する建物や庭、無数のカリフォルニア鈴鹿けの木、カリフォルニアライブオークは高級住宅地にするために2000年に取り壊された。建物の一部は持ち出され、移転した。南東の角にあったゲートハウスと外周の壁のみは残され、 あのき家エステーツとして開発された。戦艦期第一次世界大戦中、アルカディアの現在サンターニタパーク競馬場がある場所には連邦陸軍のロスフィールド飛行場があった。陸軍の観測者はここで熱気球で敵の動きを監視する技術を習得した。第一次世界大戦の後、アルカディアの人口は増加し、地域の経済は多くの養鶏場等による農業によって支えられた。 1920年代から1930年代、アルカディアは現在の住宅都市へと変貌し始めた。小さな農場や養鶏場は住宅になり、図書館やシティホールも建設された。かつてはルート66が市内を通っていた。現在はコロラドブールバードになっている。市内に競馬場を作ったラッキーボールドウィンの下で一時的に競馬が栄えたが、 1909年に州によって禁止された。1934年12月、隣接した場所にサンターニタパーク競馬場が開場し、競馬は再び合法となった。建築家のゴードンカウフマンによって、コロニアル様式とストリームライン、モダン様式を融合した様々な建物が設計された。サンターニタ集合センターサンターニタ集合センターに到着した日系アメリカ人。 第二次世界大戦中の1942年、サンターニタパーク競馬場のレーストラックは日系アメリカ人収容のためのサンターニタ集合センターとなった。彼らは自宅やコミュニティから立ち退くことを強いられ、フランクリン・ルーズベルト大統領が発令した大統領令9066号の下で強制収容された。日系人はカリフォルニア州内陸部、または 州外の日系人収容所に送られるまでの間、集合センターに交流された。全18カ所あった集合センターのうち、サンタアニタの集合センターは、最も大規模で長期間にわたり存在した。1万8000人以上の人々が、原始的な環境の競馬場で生活していた。タール市に覆われたバラックが400軒以上建てられ、1軒に月3つの家族が収容された。 約8,500人は旧車だった場所で生活した。独身男性は競馬場の観覧席で生活した。共同のシャワーはあったが、個人用の風呂場はなく、24時間監視下に置かれた。環境は極めて厳しく、一人につき、軍用簡易ベッド、毛布と藁の枕が一つ与えられた。集合センターは1942年3月から10月末まで置かれていた。 その後日刑人は、州内のマンザナー強制収容所や、トゥーリーレーク戦争移住センター、その他西部やアーカンソー州にあった八つの強制収容所に送られた。現在記念碑などは残っていないが、集合センターがあった場所は、カリフォルニア州の州定歴史建造物になっている。1942年11月、アメリカ陸軍武器下の訓練施設とするために移乗され、 キャンプサンターニタに改明された。戦争終盤には、ドイツアフリカ軍団の数千人の捕虜を収容した。アルカデアは隣接するパサデナの裕福な郊外として、成長した。ロサンゼルスタイムズの温蔵市で、隣接するシエラマドレに住んでいたハリー・チャンドラーが広い、区画の住宅地を開発した。宇宙産業、競馬関連の事業、金融業など多くの企業の経営者が死を、 居住地として選んだ。戦後の後継期によりアルカディアは、郊外型住宅地として、急速に発展し、多くの養鶏場は、住宅地の区画に分割された。1940年から1950年の間で、人口は2.5倍以上に増加した。住宅ブームは1950年代から1960年代にかけても続き、成長に伴って、学校の整備、 商業施設の建設、行政サービスの拡張が必要になった。戦後景気の間、現代的な商業地区は、ボールドウィンアベニューに沿って、ハンティントンドライブとの交差点から南側に広がった。1951年、ウェストアルカディアハブと呼ばれた、この商業地に、品商が所有するデパートが、新たにオープンした。アルカディアでは初めて建設された大型デパートであった。 パサデナを除くサンガブリエルバレー西部では最大規模であった。この開発はアルカディアが次第にサンガブリエルバレーで有力な商業地の一つになりつつあることを示していた。1947年、ボールドウィンランチの中心部を含む111エーカーがカリフォルニア州とロサンゼルス軍に譲渡され、ロサンゼルス軍樹木植物園になった。1965年に、 連邦最高裁から判決が下されるまで、アルカディア市内での全ての不動産の売買契約には、白人のプロテスタントにしか売ることができないという条項がついていた。しかしながら、最高裁は1948年のシェリー・タイ・クレーマー事件の判例に基づき、これらの条項に法的強制力はないという判決を下した。実際には、1965年以前から、 多くのヒプロテスタント系家族は、アルカディアに住宅を所有して暮らしていた。1975年10月、サンターニタファッションパークが、ボールドウィンアベニューとハンティントンドライブの角、かつてサンターニタ集合センターがあった場所の一角に、オープンした。画家のロイリキテンスタインが描いた巨大な、ブルーヘッドが、特徴的だったが、後に撤去された。2004年に拡張され、 ウェストフィールド・サンター・ニタと解明した。2000年代後半には、グレート・リセッションの影響を受けたが、集客を続けている。以前アルカデアに住んでいたジェームス・ドブソンはヒエ利リの、キリスト教団体フォーカス・オン・ザ・ファミリーを市で立ち上げた。当初オフィスは、フットヒル・ブールバードの南側にあった。数年後には、倉庫の場所をモンロビアにも広げ、 1990年にはアルカディアから完全に移動した。現在はコロラドスプリングスに拠点を置いているが、アルカディアにも数千人の会員がいる。1990年代後半、アパッチ族のマスコットを使用したとして、ネイティブアメリカンの活動家がアルカディア高校を訴えると脅した。高校ではマスコットや新聞、テレビ番組、 掲示板等様々なものにネイティブアメリカンのシンボルが使われ、それが活動家たちの目に入った。多くのアルカディア市民は次第に攻撃的になった。一部の市民やネイティブアメリカンを祖先に持つ卒業生はこれらのシンボルを使うことに反対した。学校はネイティブアメリカンのグループに相談し、多少の情報はしたが、マスコットを変えることはなかった。 アルカディアの富裕層向けの住宅地は主にフットヒルフリーウェイの北側で住宅所有者組合によって管理されていた。中国の富裕層からの評判は高まり、住宅価格は高騰し、中国人のビバリーヒルズと呼ばれることもある。以前はサンマリノ氏がチャイニーズドリームの頂点としてよく知られていたが、現在はアルカディアの住宅が彼らの興味を引いている。アルカディアは、 ロサンゼルスのダウンタウンの北東に位置しており、パサデナ、シエラ・マドレ、エルモンテ、サンマリノ、モンドビア、テンプル式と接している。アメリカ合衆国国勢調査局によると、地域全面積は11.1平方マイルで、このうち陸地は0.2平方マイル、水域は、水域率は1.87%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。 アルカディアの経済は、卸売業、小売業、製造業、医療や、社会扶助、芸術、エンターテインメント、娯楽などで支えられている。サンターニタパーク競馬場からの収入が、市の公共事業を長期間支えており、その結果市の債務はかなり少なくなっている。ウェストフィールドサンターニタは、市の主要なショッピングセンターである。2005年、 新たなフードコート、デイブバスターズ、ザ・チーズケーキ・ファクトリー、16スクリーンの AMC、シアターズ、その他様々なショップやレストランなどを含む第一次拡張が完成した。2009年には第二次拡張が完了した。屋外型のザ・プロムナードには、コーチ、タルボットなどのブランド店など、新たに30店舗が出店した。 ウェストフィールドサンターニタに隣接したサンターニタパークでは市で2番目のショッピングセンターとなるマグナエンターテインメントの建設がカルーソアフィリエーテッド社により提案されているが当分実現しそうにない。ザ・ショップ・アット・サンターニタと呼ばれるこの物議を醸しているプロジェクトは莫大な投資に対する賛否など地域住民の間で激しい論争となっている。 もし二つ目のショッピングセンターが建設されると、両方を合わせて、ロサンゼルス郡で最大の商業地区があるカディアに、形成されることになる。プロジェクトには、市議会の承認が必要となるが、競馬場の南にある駐車場に計画されているため、競馬場の駐車スペースが大幅に減らされることになる。市の包括的年間財務報告書2016年版によれば、市内の大きな雇用者は、 以下の通りである。市は、シティマネージャー制を採用しており、市議会の定数は5人となっている。市議会議員の任期は4年である。議員の中から市長を選出する。市長の任期は1年である。アルカディア警察署は市内を常にパトロールし、市民の安全を守っている。ロサンゼルス軍健康サービス部は、モンロビア市にモンロビアヘルスセンターを運営しており、 アルカディア市民も利用できる。カリフォルニア州議会では上院の第22選挙区、下院の第49選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア第27選挙区に属し、民主党のジュディ中が選出されている。アルカディアを通る主要な道路はフットヒルブールバード、ハンティントンドライブ、フットヒルフリーウェイである。2016年、 メトロが運営するロサンゼルス郡都市圏交通局ゴールドラインのアルカディア駅が開業した。ファーストアベニューとサンタクララストリートの交差点の北西に駅がある。市の初等、中等教育はアルカディア統一教育学区が管轄している。読解力の点数は週の平均より76.6%高く、数学は67.9%高かった。 アルカディアの子供の88%は公立学校に通い12%は私立学校や教区学校に通っていると推定されるアルカディア統一教育学区には全国有数の名門校とされるアルカディア高校があるカリフォルニアでは数少ないグレイツクルーズレーティングで10点満点を獲得した高校である中学校は3校小学校は6校ありうち2校が アメリカ合衆国教育省からブルーリボン賞を受賞している。ブルーリボン賞は毎年の厳しい選考を通過した学校が受賞する。カリフォルニア州では約5%の学校が受賞している。受賞するための資格は落ちこぼれ防止法によるプログラムや学力の指数、年間の学力向上目標といった連邦や州の基準に基づいている。 必要な項目は数多くかつ厳格で、強力なカリキュラム、信頼できる、図書館メディアサービス、熟練した、教師、カウンセリングプログラムを基盤としている。2010年、ブルームバーグビジネスウィーク市のカリフォルニアで子供を育てるのに、最も良い場所に2年連続で選出された。市の素晴らしい教育システムや犯罪率が低い、ことなどが選出の決め手となった。 州の学力指数のスコアは890で、カリフォルニア州の大規模な高校では最も高い。2010年、アルカディア高校から29人の生徒がナショナルメリットのファイナリストに選定された。クロスカントリーの全国高校選手権では2010年と2012年の2回、アルカディア高校の男子チームが優勝した。ハンティントンドライブ西300番地には22エーカーの 広大な敷地にメソジスト病院がある。460床の病床数を誇るこの病院は1957年にロサンゼルスのダウンタウンからアルカディアへと移転した。メソジスト病院はカリフォルニア州で初めて精神科病棟を開設した病院であった。病院内にある保育所は企業や法人が運営する保育所としてはアメリカで最も古くからあるものの一つである。 ロサンゼルスオリンピックでは公式病院となった。地域のニーズの変化に対応するために施設の改修が行われてきた。1998年、バーガータワーが完成し、新たに169床が追加された。2006年にも大規模な改修と拡張を行った。2011年秋、5階建ての病棟と救急外来が新たに開設された。 看護学校は1915年に定員30人で開校した。10年後、宿舎が建設され、150人を収容できるようになった。この4階建てのレンガ作りの建物は、フィロメナホールとして知られ、病院とは地下でつながっており、宿泊施設や教室、体育館があった。するまでの40年以上にわたり、看護学校は、 数百人の優れた若い看護師を送り出してきた。時代は変わり、看護教育は世紀の学校教育の領域で行われるようになった。1958年に最後の学生が卒業した後、学校は閉校した。音楽や文学にその名を残しているルート66はハンティントンドライブを通り、コロラドプレイスからコロラドストリートへと曲がっていた。 その5週間高速道路210号線と並行してアルカディアの中心部を横断していた。1970年代、ハンター・エース・トンプソンはサンター・ニタ・パーク競馬場から通りを挟んで北東にあるモーテルでラスベガスをやっつけろのほとんどを書き上げた。後に世界的なハンバーガーチェーンとなるマクドナルドの創始者、マクドナルド兄弟はモンロビアとアルカディアの試作会に かつて存在したモンロビア空港の近くにザ・エドロームというホットドッグ屋を1937年に出店した。この店はルート66沿いにあったが1940年にサンバーナーディーノに移転した。ターザンなどの多くの映画やファンタジーアイランドなどのテレビドラマがアルカディアで撮影された。ファンタジーアイランドの登場人物タトゥーが鐘を鳴らした手楼があり、 人気の訪問地となっているクイーンアンコテージはロサンゼルス郡樹木植物園内にある。植物園では野外のシーンや CM の撮影が時々行われている。サンターニタパーク競馬場も人気の高い撮影地となっている。2003年の映画シービスケットはサンターニタパーク競馬場で撮影された。医薬品クラリジンやトヨタのレクサスの CM、テレビドラマ、 グレーズ・アナトミー・コイの解剖学、シーズン3の3つのエピソードの撮影地にもなった。コロンビア映画が1994年に公開した映画、ノース小さな旅人のロケ地の一つにもなった。1996年のファンタジーコメディ映画、マチルダはアルカディアで撮影された。2008年のコメディ映画、俺たちステップブラザース、義経帝には、 市のダービーレストランで撮影されたシーンがある。2006年の映画、ミッション、インポッシブル3には、メソジスト病院で撮影されたシーンがある。映画、クローバーフィールド、破壊者で、生存者たちが、ブルーミングデールズの店内を歩くシーンは、実際には、ウェストフィールドサンターニタで回収中のロビンソンズ名で、撮影された。2008年の映画、イーグルアイもここで撮影された。 2005年の映画、ペナルティパパには、フットヒルズ中学校や、市内の住宅で撮影されたシーンがある。2013年の映画、ローン・レンジャーの列車のアクションシーンは、サンターニタパーク競馬場の駐車場で、ローラーコースターを組み上げて撮影された。ロサンゼルス軍事木植物園は、サンターニタパーク競馬場から道を挟んだ向かい側に、ある。植物園の周辺には、 クジャクの群れが生息していて人気の呼び物となっている。クジャクはもともとボールドウィンランチで蛇やカタツムリの数を調節するために導入されていたが後に野生化した。一部の住民にとっては創造しい鳴き声や憤慨のため呼び物というよりも迷惑な存在とみなされている。アルカディアはオーストラリアの入荷スすると姉妹都市提携をしている。市内には ニューカッスル公園がある。ニューカッスルにもアルカディア公園がある。ありがとうございます。